16対9の四角の中に生きる妖精です。中西の昼食ですね。伊勢うどんをまたね食べたいと思います。おお、こっ、これはねこういうパッケージの坂崎製麺さんの、これ初めてですね、四日市の製麺屋さんのうどんで、これに入ってるんですね。これはなんか生協さんのねが作ってるタレらしいです。と一緒に天むすです。三重の津にある千住っていうね天むす発祥のお店の天むす、元祖天むす名仏って書いてありますね。5個入りなんですが、5個は食べられないと思うので、うどんと一緒だとね。あ、こんなになってますね。こうやって、あ、アルミホイルでいいですね。ね、あ、天むす、あれ？あ、そうなんだ。上に出てないんですね、天ぷらね。エビ天がね。これ初めてなんですけど、キャラ吹きついてます。わかりにくい。黒くてわかりにくい。キャラ吹きがね。うどんが、大丈夫かな？まだ大丈夫ですね。天むす、あ、割と大きいな。じゃあ2個ぐらいでいいかな。割と、頑張って3個食べようか。せっかくですので。こんなんなんですね。発祥の店の天むすは、こういう、本当に、ちょっとちっちゃめの普通のおにぎり。みたいなね。キャラ拭きもちょっと添えておきましょう。キャラ拭きをね。あ、やばい。ちょっと、いっぱいになっちゃって。何からどうしよう。あ、これ片付けないかな。こう。やばい。うどんがやばい。あ、やばい。これ、丼温めてたのを、こうす、あ、すみません。もうちょっと上あげようか。これを、こう、やばい。やばいよ。よいしょ。湯切り OK、はい、入れました。はい、タレを切り口は、あったかけまして、あ、タレのいい匂いだね。おネギをちゃんと入れまして、あ、テーブルクロス、ここ敷いてるやつね、新調します。七味をかけたら出来上がり。はい、いただきますね。最初混ぜますね、タレをよく絡ませる意味で。割とあっさりめのタレですね。で、坂崎製麺さんの麺は若干細めかな、平たくて。で、結構茹でましたが、そこまで柔らかくはなってないですね。これぞ伊勢うどんっていうほどの柔らかさにはなってないですね。あ、天むすいただきましょう。発祥の店の天むす千住。あ、おいしい。あ、きた。おいしい。あ、うん、塩加減もいいですね。キャラ拭きね。これは名古屋、近鉄名古屋駅の改札をね、ヒュッと出たら左側にあるんですよ、もうすぐね。ふっとパッと見たらね、天むす置いてあるんですよ。ふっぱ、天むすっていう感じであります。改札をピピッ、ふっぱ、天むす置いてあります。これ置いてあります。カウンター、ショーケースみたいな。ショーケースの中にもありますし、ショーケースの上にも置いてあります。で、こうね、天むす一つってね、売り子さんに声をかけて、財布に目を落として、で、目を戻したら、もうそこにこう、これ置いてあります。びっくりした。もう接近されてたんですね。すごい。びっくりした。あれは。びっくりするから。普通は言われて、で、袋に入れて出してくれるもんですが、とにかく驚いたっていうね。これ結構甘めですね。出汁はそんなに立ってないですね。カツオより昆布出汁が多いめみたいですね。これ、なんだろう、シンプルで美味しい。これはタレ入ってないのかな。うん、塩だけだ、これ。エビ、食塩、三つ葉入ってんの？衣の中に入ってんのかな。発祥の店の味ってこういうのですね。初めてなんで。同じ三重にいながら。名古屋の天むす、そのね、名古屋名物と言われている、
天むすのイメージはもう上にねひょいっとねほっぽが見えてて、衣にはね甘辛いタレがついてるっていうね。発祥の店の味はシンプルで美味しい。キャラ吹きもいいです。これ一緒に食べるのもいいですね。キャラ吹きは昔から慣れ親しんではいるのですが、この辺だけのものなんですかね、全国的にあるものなんですかね。ヘルがうるさい。このタレも美味しいですね。うん、天むす美味しいな。あ、やっぱりこれ多分衣に三つ葉が入ってるんですね。緑の点々があるんですよ。緑の点々がね、あるんですよ。青のりみたいな感じね。あるんですよ。うん、いいっすね。だから、何回似てるなと思ったら、天巻き。伊勢では結構ね、天巻き。伊勢のものなのかよくわかんないんですけど、まあそれも津からのものなのかもしれないんですが、天巻きっていうね、エビ天を巻き、酢飯じゃないんですよ。しそご飯、ゆかりとか、を混ぜ込んだご飯でこう巻き寿司、寿司じゃな、まあ巻き寿司でいいか。それにはねタレがついてないんですよ。それだ。なんかどっかで食べたことあるような気はしたので、こういう感じ。うん、そう、天巻きはしそご飯以外のなめしみたいなのねなってる場合もあります。それはほんとちっちゃい頃から天巻きを食べてましたんで。なるほど、僕こういう風な方が好きですね。いやだからほんとに天むすより天巻きの方が好きって思ってた。やっぱりこれから来てるんですね、天巻きはね。美味しい。うん、伊勢うどんも美味しかった。いい食事でした、いい食事でした。天むすもよろしくお願いします。四日市店、四日市の近鉄百貨にもある。ほら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 、ある。近鉄名古屋駅改札横ね、売店ほんと改札すぐ横ですから、駅長さんとこう肌擦り合うぐらいの、はい、大げさですけどね、駅員さんが詰めてる小屋のすぐ横ですから。まあ、伊勢うどん美味しかった。うん。つと伊勢。ね。つと伊勢の食事。まじゃまじゃじゃ、まじゃ。ほんと、ほんと、ふっと出て、ひっと左見たね。ほんとすぐ。まあ、だから改札入ってくる場合は、そこはね、出札専用なので、だからちょっと回り込んだから、こう、ね、名古屋駅近鉄乗ろうと思った改札からはちょっと遠いんですけどね。ちょっと遠いって言っても見えてますよ。こっからのお庭ぐらいですかね。だから改札出る場合はもうほんとすぐ左にあります。入るときはちょっと寄り道、ほんの少しですよ。5秒だから往復10秒あるかないかぐらいの、はい、寄り道で買えますから、ね、これもうすぐ出てきますね。天むす一つもう出てますからね。こう目を落としたらもうここにトンと頭先に置かれて、目がもうこのオレンジの袋、これ入ったオレンジの袋。千住の売り子は早い、うん、すごい。まじゃまじゃじゃ、まじゃ。